徳島県道28号阿南小松島線は徳島県阿南市と小松島市を結ぶ県道である。阿南市の国道195号から小松島市の国道55号徳島南バイパスを経由し徳島県道120号徳島小松島線を結ぶ道路であり阿南市加茂地域と小松島市立江地域の生活道路を接続する区間も持っているが ところどころ狭い区間があり、現在は阿南市浅尾町と小松島市赤石町一部の区間を除き改良工事中である。東道起点部手前の国道195号へには、東道へ誘導する太し竜寺の案内標識があるが、これは徒歩による登山参拝路である。なお、阿南市鴨町の徳島県道282号多い。 南東線との交点以南は1から1.5、車線程度の境外路が続くが、離合可能なスペースが随所に確保されている。鴨谷川のせせらぎ、広大優美な中川、河口に近づくにつれ水量を増す様子がわかる、立江川の三河線が楽しめる路線である。汗美町から鴨町にかけての鴨谷川に沿って谷を抜けると、やがて平野が広がり、中川に近づく。 鴨谷橋で中川を渡ると、北岸の山沿いに集落をめぐる。餅ちい北詰めから約600メートルは、徳島県道22号阿南勝浦線と重複となる。小松島市、串淵町に入ると、達江寺を目指して北西に向かう。同時以降は、達江川東部の町中を抜けて、JR 阿波赤石駅付近に至る。起点付近の阿南市尾町から鴨町にかけての、 沿道は四国八十八カ所の遍路道であり、巡礼者が絶えない。しかしながら以前、約三キロメートルにわたり、谷底などにゴミの不法投棄が多く見られ、問題となっていた。世界遺産登録をも目指す同巡礼道がこの現状では、恥ずかしいなどとして、2007年2月18日に、汗日鴨屋市の道クリーンアップ作戦と銘打って、 官民のボランティアらが大規模な清掃活動を実施。後藤田正澄大義士も駆けつけ、予想の5倍以上となる100トン以上のゴミを回収した。本堂の標識小松島市赤石町で撮影、串淵バイパス2007年12月8日に、徳島県道136号偶装、徳島線上の麦線踏切のすぐ北側から、串淵町内の小松島市営バスカ原海天井付近に至る、 バイパス路線が開通した。これによって、小松島市役所立江支所から立江、中学校付近までの一車線の福音しかない、原道を迂回する良好な道で整備されている。立江川朝岩バイパス2007年3月28日に、国道55号の立江川に架か,かる橋の北詰めの交差点から、徳島県道136号風鎖徳島線の交点まで立江川に沿って、 バイパス路線が開通している。これにより、立江町内の1.5車線程度の福音しかない、原道を迂回する2車線に、両側歩道が整備された良好な道で、国道55号から小松島市役所立江市所付近まで行くことが可能になっている。これらが開通したので、東堅道においては、小松島市内部分の道路事情は大幅に、 改善されることとなり、国道55号の交点から、阿南市内の持井橋までに車線道路となった。起点国道195号交点、鴨谷橋間鴨谷橋、持井京北詰の間持井京北詰終点徳島県道1 2 5号徳島、小松島線交点間、串渕バイパス、立江川左岸バイパス。ありがとうございます。